スチュワート・グレンジャーは、イギリス・ロンドン出身の俳優。ウェスト・ロンドン生まれ。父親は軍人、母親は有名オペラ歌手を祖父に持つ、イタリア人。エプソム大学とウェーバー・ダグラス・アカデミーを卒業後、1933年にデビュー。名前が、ジェームズ・スチュワートであるため、すでに有名だった同名の俳優との混同を避けるため、自分の苗字と祖母の旧姓グレンジャーと組み合わせて、 芸名とした。1943年に初出演映画、灰色の男が大ヒットし、イギリスでスターとなる。その後活躍の場をハリウッドに移し、1940年代から50年代にかけて刺激映画に多く主演、また、デボラ・カー、リタ・ヘイワース、ジン・シモンズ、エヴァ・ガードナーといった多くの美人女優と共演し、美男ヒーローとして人気を博した。 1956年にアメリカ合衆国に帰化。1960年代から70年代にかけてはイタリアや西ドイツなどのヨーロッパ映画にも多く出演した。1993年8月16日、前立腺癌の試し去。80歳。ありがとうございます。